カフジの戦いヘルマンド州カジャキ軍第12海兵連隊第一大隊とは、ハワイに駐屯するアメリカ海兵隊の砲兵大隊である。大隊には、アルファ・ブラボー・チャーリーと呼ばれる3つの砲兵中隊と、本部中隊がある。大隊の主力装備は、M777-155mm 榴弾砲であり、榴弾砲の最大有効射程は 30km で、ある。大隊は、 現在第12海兵連隊の唯一の独立砲兵隊である。第2大隊は砂漠の嵐作戦以降軍事費削減と第12海兵連隊の再配置により活動停止した。第3大隊はキャンプハンセンに司令部があるが部隊展開計画により他の部隊から砲兵部隊を集めて指揮する部隊である。第三大隊の砲兵隊は他の部隊に割り当てられており、 I 中隊は第11海兵連隊第1大隊、K 中隊は第11海兵連隊第2大隊、L 中隊は第11海兵連隊第3大隊の部隊になっている。大隊は紛争時に第3海兵士団の専属部隊として直接支援を行い、機動部隊に対する通常の砲撃支援、または臨時的なライフル中隊射撃を行う。 大体の第二の任務は民軍活動である。支援とは軍と行政と市民団体、住民間で関係を構築、維持し、影響を与え、利用する指揮官の活動である。ありがとうございます。